皆さんこんにちは、こんばんは。ナイモンチャンネルへようこそ。はい、前回に引き続きひろやさんをね招いております。この4人が揃っているということは、ね、前回の動画も見ていただいたかと思うんですけど、まだ見てない方は概要欄にリンクがございますので見てください。はい、今度は神尾デザートをね、うん、作るらしいんですけど、はい、そうなんですよ。まだ何を作るかは全く聞かされてないので聞きましょう。じゃあ、はい、お呼びいたしましょうか。そしたらもんちさんです。前回に引き続きお邪魔させてもらってます。お願いします。はい、お願いします。じゃあ早速です、何を作っていくか。 P のつくあれです。 P の P から始まる。 P から始まる。なんか、まあ、なんとなくだけど作り方わかるじゃないですか。いや、わからないよ。いや、甘くて卵を使う何か、ぐらいにしかわかりません。でもさ、この番組ってそんな簡単に作らせないじゃないですか。作らせなくなったのは今回からですからね。私もね、恨まないでください。私も言わされてる側です。そう、チャレンジ食材をね、今回もあるので、じゃあ出してもらいます。はい、はい、こちらがチャレンジ食材です。前回に引き続きのチャレンジ食材なんだけど、はい、プリンに合いそうなのね。そう、無茶ぶりオブザイヤー。この中から前回と同じ2個ずつ使って、うん、これ茶碗蒸しでもいいんですか。プリン茶碗蒸し言ってた。甘味よ、甘味。これで美味しくしろってナイモンさんは言うのね。そう、しましょうよ。やりましょうよ。しましょう。やってやんよ。やってやんよ。じゃあさ、でも何を取るか重要だから、じゃんけんしましょうか。はい、しましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。私たちはいちごジャムをまず選びます。お前、納豆。納豆選びます。はい、納豆です。どうして？どうしたの？どうした？どうした？だから、きなこじゃん、ほぼ。本当に言ってる？そう。きなこだ。確かに。最初はグー、ランケンパイ、アイコーでしょ、アイコーでしょ。勝っても困るんだよ。でも選択肢がまずないんだよね。でもさ、なんかさ、わさびのソフトクリームとかあるじゃん。あるかも、うん、そうだね。案外いけんじゃねえか、甘くすれば。確かに、甘く、なんか、うん、甘しろがある方がいいよね。いってみようか。オッケー。じゃあ、私たちわさびを。わさびを選びました。選びました。はい、でもワンちゃんちょっとたくあんでもいいと思わない。食感をプラス新しく果肉的なね。うん、確かにフルーツかも、言われてみれば。フルーティー、たくあんで、たくあんで。これからプリン作る人。このチャレンジ食材たちで、はい、僕たちはプリンを作ります。はい、はい、じゃあ、はいはい、調理していきます。はい、はい、頑張るぞ。おー、よーい、スタート。はいはいはい。でもさ、絶対卵は使うわけでしょ。うんうんうん。あ、割れた。あ、割れんの。あ、すごいじゃん。そうなんです。意外とね。あ、なんで肉割りもできるの。できない。これ後でこせばいいんじゃない。こすってどういうこと。なんかさ、ザルでさ、ブーンってやるじゃん。知ってる。こしきってご存じ。ご存じ。あ、でも粉振るんだよ、やっぱり。粉を振るの。え、でもちょっと、え、ねえねえ、待って待って待って、泡立て器とかあんじゃないの。あ、ね、あ、それどっから持ってきたの。確かに。ねえ、それどっから持ってきたの。ねえ、ちょっと教えてよ。どこにあるの、それ。どこにあったの。ねえ、ここでしょ。ないじゃん。どこ。ねえ、なんで教えてくんないの。前電動のやつあった。まだ電動のやつあったじゃん。あ、待って待って待って、先に見つけて。あ、待って待って、見つけて。置いてよ、置いて。イエーイ。次こす。いや、これあんの。次こす。はい、貸さないけど。なんで。なんで。それで混ぜてれば。貸して。え、だってさっき貸してくれなかったんだ、これ。どれ。それ。貸してくれなかった。今使ったら貸そうと思った。まだ使ってるから。まだミキサー使ってます？あ、ミキサー欲しいの？い
いですか。じゃあお願いして。貸してください。どうして。めんどくせえ。じゃあ俺グラニュー糖入れる係する。ああ、じゃあ僕牛乳でもちょっと牛乳測るね。なんかして、気持ちそうでかわいそうだから貸してあげるように。はい、軽量か。ちょっと待って、ここないこれどうする。ねえ、そうだね、見て、あっち、え、なにあれ、カラメル、なにカラメル、カラメルじゃない、カラメル見ないで。なんで見ちゃダメなの。どうだか、わかった、もういいよ。でも、もっと入れたいんだよ。いいよ。待って、曇ってる。曇ってる。ちょっと窓開ける。窓開ける。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。ここだよ。いや、よきだよ、よきだよ、よきだよ。美味しい。あああああああ。怖い、あの人たち。くっさ。どれだ。あれ、俺がカラメルなの。なぜカラメルなの。なぜってことなんだよ。鍋を、ちょっと、なんだよ。なにこれ。伝えたい。ほんとに臭い。ここにあるの。ちょっとさ、水。これ水。ね、こんな泡立てていい。やってみても一回。なんか、生ゴミみたいな匂いするんだけど。臭いよ。違う。何やったらいいのか。無理だわこれ。でもみんな全然俺のと違うよ。このぐらい結構入れてる。そういうことだよ。結構入れようってね。でも味見できないもんね。こうでしょ。ここに、あ、そっちにあるな。ここにカラメルを入れて。反対じゃない。絶対まずい。めっちゃいい。固まったこの状態ちょうどいい甘さ。じゃあ蓋をして、カラメル作ろう。蓋をして、ちょっと蓋をして。どれか。いや、うちらと同じことしてんじゃん結局。何が。そうなの。頑張って。そう、短縮して。私なんて短縮する。これちょっともう、じゃあ片付けに入るわ。私だってさ、40分ぐらい強火で蒸せばいいんじゃない。ダメダメ、強火は絶対ダメ。そうなの。して、じゃああと先のもう牛乳入れて飲んでね。ちょっと完成しましたね。はい、はい、はい、完成。完成。じゃあそれぞれ紹介してもらっていいですか。はい、はい、はい、私たちはもうわさびプリン、納豆カラメルを添えて。そう、わさびと納豆。はい、いただきます。あ、芳醇な香りが。芳醇な香り。でしょ。うん、わさびは、あの、納豆好きですか。納豆大好きです。あ、そしたら結構楽しみです。見える見える見える。沈没したんだけど。沈没したんだけど。いただきます。クリスマスの時に消えるからね。そう、いただいて。うん、美味しいでしょ。美味しいでしょ。なんか固まった部分ちゃんと美味しい。わあ、うん、すごい。ちょっとさ、あのカラメルってほろ苦い感じのビターな大人な感じのこちらになってます。こちらになってます。プリンになってます。急に。あの、ちょっと飲んでいただいて。ぜひぜひ。飲んでも楽しめると。はい、わかりました。いただきます。うん、あ、なんか口に入れれば入れるほど美味しさが増していく。あら、うんうん、美味しい。よかった。美味しかった。ありがとうございます。じゃあ続いてこちらのチームの、はい、いきます、うん、ぜひ見てほしい。はい、これをひっくり返せばいいですか。あ、まずは上げて、上げて、上げて、上げて。はい、いきます。はい、こちら。なにこれ、なにこれ、こちらも半生でございます。なにこれ、なにこれ、こちらもなにこれ。
まず上に浮いてるのが高尾さん。上に浮いてるのが高尾さんでございます。あ、でもなんかゼリーみたいな、ね、いちごジャムとたくあんをふんだんに使った旬のプリンだから。そう、これを表に返すんだよね。プロって出てくるかもしれない。せーの、いきます。はい。いただきます。あ、もう固まってんじゃん。いや、それか、それたくあんですね。よし、こちら、じゃあいただきます。お願いします。はい。もう、かわいそう。甘い、甘いです。いちごジャムになってます。いちごなんすなんだ。なんか、いちごの香りが鼻にきて、うん、匂いだけで言うとこっちのプリンよりもいい香りが。おお、やったー。あ、高評価。で、食感も楽しめる。カリカリっていうね。カリカリ聞こえました、私。聞こえました。これね、好きな人はたまらない味かもしれない。おお、やったね、クラ。じゃあ、お、美味しかったです、ごちそうさまです。はい、はい、よし、はい、じゃあ、勝敗を決めさせていただきます。勝者はじゃあ私が決めます。はい、今日の。あ、もうね。じゃあ本当の勝者は。はい。カズマサーサチーム。イエーイ。やったー。なんで決まってた？なんで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 。え、そんなに悪いかこれ。そんなに固まってるの？また負けるの？罰ゲームは、はい、こちら、じゃじゃーん、ゴムパッチーン顔面でパンです。え、これ引っ張り合って、そう、イエーイ。一人ずつ。人生で初めて。え、待って、これちょっと怖っ。え、怖い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 。罰ゲームか。次回お会いしましょう。バイバイ。